はい、どうもトイスです。今回もスカイリムやっていきたいと思います。こちら久しぶりのですね、ドラゴンズリーチです。今回からメインクエストを進めていくということで、こちら戦死者、しばらくメインクエスト離れてたんで改めて読んでいきたいと思います。アルデンを世界の喉の頂上で追い詰めたが逃げられてしまった。奴の仲間のドラゴンに聞けば居場所がわかるかもしれない。ホワイトランの主張がドラゴンをドラゴンズリーチに閉じ込める手助けをしてくれることになった。アルデインの仲間の名前のシャウトを学んだ。ドラゴンをドラゴンズリーチの中庭におびき寄せ、そこで捕まえる。これでドラゴンを問いただしてアルデインの隠れ家の場所が聞き出せれば完全に葬れると。さあ、世界を破壊してしまうほどの力を持った竜アルデインを倒すためにとどめを刺しに行くということですね。というわけで、いや久しぶり。ドラゴンボーン、準備はできた。命令をくれ。罠の準備はできたか。約束した通り部下は配置についている。この巨大な鎖にも油を刺してある。お前の合図待ちだ。いいですね。じゃあ準備はできた。ドラゴンを罠にかけよう。部下は自分たちの役割を把握している。自分の役割をしっかりこなしてくれよ。街をお前の手に託しているんだ。さあ、じゃあオダハビングをドラゴンズリーチに呼んでいきましょうか。どれだっけな、シャウト。コールドラゴン、これか。ああ、一応イリレスも来るんだな。さ、ここが罠のあるところ、あれですね。あと見てるやつは特にいないのかな。さあやろう。さあドラゴンを呼ぶんだ。準備はできた。さ、呼びますか、オダハビング。行きます。ビング。最近計画は本当にあるんだろうな。どうやら来たみたいですね。どっから来るかな。聞こえたか。来た。うわ、あ、おお、兵士が落ち着け、落ち着け。よし、行くか。ドラゴンレンドも一応用意しておこう。イリレース、ちょっと弱らせた方がいいのかな。ほらよ、あ、食らわないわ。やっぱイベントか。仕方がない。誘い込みをかけるために奥に行きましょうか。やっぱ飛ぶか。これは自分は奥で待機した方がいいのかな。というか、市長自ら戦ってどうするんだよ。お前を倒してみせる。ほらよ、ドラゴンレンドに抵抗しただ。ほら来いよ、こっちだ。おっと、そんな炎じゃ俺は焼けないね。今だ。ナイス。よし。オルブターメドコダーブ、まるで罠にかかったクマだ。ゾックフリニグリンドコグランドルンビーキドバーキン、
ああ、忘れていた。ドバーの言葉を使えないのだったな。悪いね。私が戦場でお前と戦いたいと願ったのは過ちだったよ、ドバーキン。お前の、卑怯ではないグラーミンドル、戦略に敬意を表す。そりゃどうも。ズーボナール、私をこうも恥ずかしめるとはただでは済まさぬぞ。インドシーブ・アルドゥインか。アルドゥインの居場所を知りたいのだな。察しがいいじゃない。そうだ、奴はどこに隠れてるんだ。リニック・バーザー、その通り。アルドゥイン・ボブル、お前の声に応えた理由はただ一つ、そのスームをこの目で確かめるためだ。我らの多くは本当にアルドゥインのスームが最強なのか、奴にそれだけの支配力があるのかを疑い始めている。無論我らの中では最強だろう。ムーニーメイエ、奴に立ち向かおうとした者はいない。アルドゥインの居場所の話だ。まあそういう話もちょっと興味はありますが、個人的に。ウンスラード・クロシュス、すまぬ、つい話がそれた。奴は力を取り戻すためにソブンガルデへと向かった。シレセ城、死んだ城名の者たちの魂を食らうためにな。奴はそれをひた隠しにしているが、ソブンガルデへの扉は東方の山地高くにそびえる古代神殿の一つ、スクルダフンにある。ミンドラーン・パー・オク・ミッド・バッヘ・ラーブラーン・ティル、奴が残る力のすべてをそこに集めていることは言うまでもない。ズー・ロスト・オファン・ヒン・ラーン、これで質問には答えた。もう言ってもいいか。そうだな。別に従わせようとしてるわけじゃないしな。アルドゥインを倒してからだ。そうだな。クロシス、スクルダフンについて一つ言い忘れたことがある。ちょっと話それますけど、ウンスラード・クロシスって緩和旧大みたいな、そんな感じなんですかね。話がそれたって言って、でクロシスだけだとそういえばみたいな、そういう意味になるんでしょうか。面白いですね、ドラゴン号。知っていることがあれば教えてほしい。これだけだ。お前はドバーのスームを持っているが、翼がなくてはスクルダフンには永遠にたどり着けん。もちろんこの翼で連れて行くことはできるが、囚われの身ではそれもかなわぬ。まあ、あれだ。この状態で火を吐こうと思えば吐けるのに、わざわざ話に応じてくれたってことは、まあ素直に負けを認めて、こっちに従うつもりではあるみたいですね。わかった。スクルダフンに連れて行ってくれるなら解放しよう。オニカーン・コラーブ・ジェイン・ミラード、選択肢が一つしかなければそれを認めるのが賢明だ。確かに。そして信じてほしい。ズーニ・タールディス、アルドゥインは支配者の器ではないと自ら示したのだ。私はもう従うつもりはない。ここから出してくれるならばスクルダフンへと導こう。ぜひお願いしたいね。信じられない。一体どれだけこの瞬間を待ち焦がれていたことか。許しを得られるなら、その実験をさせてもらえるとありがたい。純粋に知識の向上に資するためだ。失せろ魔術師、ドバーキンへの誓いを試すような真似をするな。保証しよう。きっと俺には気づくまい。お前のように巨大なドラゴンには
痛くも痒くもないだろうからな。ファレンガ、ひどい考えだわ。たとえあなたでもね。鱗、もしくは少しばかりの血、見逃すことはないだろう。ジョール・メイ、そこで何をしている？まったくね、知識欲を深めるために自分の身を危険にさらすっていうことを今さら思い出しましたがね、ファレンガーは。で、特に話はできないか。今は上か。あれ、兵士かな。ああ、兵士ですね。うま、孫の代まで語り継げるな。悪いけど、罠を解いてくれ。本気なのか？あんなに苦労して捕らえたドラゴンを逃がせと。ああ、頼む。大変なことになるぞ。彼を連れ戻すには、お前以外の手も必要だろう。罠を開ける準備をしろ。ひどい考えに思えるんだが。さあやろう、兵士よ。これは全てドラゴンボーンの計画だ。ハースヌージェニデインルシアハストバール。ありがとうよ。さあ、じゃあ行きますか。サラン撃つ。約束通りお前の命令を待つ。ドバーだけに許された世界をその目で見る準備はできたか？あ、ちょっと待ってね。クレイジに自由な空が待っている。なのに約束に従ってナウゴル、ここに留まれというのか？あのね、夜の空を飛ぶのはあんまり好きじゃないんだよね。ちょっと朝になるまで待ってくれないかなって言って、まあちゃんと律儀に待ってくれるあたりが優しいんですけどもね。朝の方が何かと見やすいですしね。よし、行こう。サラン撃つ。約束通りお前の命令を待つ。ドバーだけに許された世界をその目で見る準備はできたか？さあ、ここから行くともう後戻りはできませんよ。準備はできてる。スクルダフンに連れて行ってくれ。ゾック・ブレッド・ウーツ、言っておくが、ひとたびケイザールの空を飛べばドブへの戦望が高まるばかりだぞ。ああ、俺もドラゴンだったらよかったって。アマティ、ムー・ボー・コティン・スティン・セロフ。ごめん、イリデスの産地入ってない。ありがとうよ。運べるのはここまでだ。クリス・ボス・アークリン、待っているぞ。戻るのはお前か、アルドウィンか。さ、オダハビングは帰っていってしまいましたが、マップ上ではここです。アルデインの天移門に到達するために、まあこの山山脈がそもそも侵入不可エリアなので、まあイベントでしかここには来ることができないということですね。で、まあさっきのオダハビングの話をまとめますと、ソブンガルデ、ノルドの勇敢な戦士が死んだ時に行ける天国のような場所とされていましたけれども、アルドゥインは実はその、お、何が来てるんだ。ま、お前邪魔するんじゃねえよ。こんなところに普通のドラゴンが出てくるなんて。さっさと
終わらせてやるけんの。ほっ、はい、しっかりガードしてバッシュ。まったく話の腰を折りに来やがって。あー、拾わないでおこうか。ちょっと今の時点で荷物を重くするのはあまり得策ではない。とりあえずドラゴンソウルだけもらおう。はい、ありがとう。で、アルドゥインはその天国とされる場所ソブンガルデに行って、お、ドラゴンハンター、ありがたいね。ソブンガルデに行って力を蓄えていると、死んだ戦士たちの魂を食べることによってという、まあ衝撃の、言ってこの野郎衝撃の不意打ちだよ。衝撃の事実と言おうとしたのに。はい、ああもう痕跡なくなっちゃったか。あ、今度は魔法使いか、めんどくせえな。ファイアベレス、ファイアベレス、ほらよ。さすがに死なないか。ほいほいほい、いけ、こんな近距離で撃つかお前、ほらよ。段差があるけどなんか、うん、はい、とどめ。多分片手武器の威力じゃないや、スキルが上がりましたね。まあこの辺のドラグルは正直、まあ相手にするだけね、相手にするだけじゃないか、相手にならないですね、さすがに。あ、なんだお前は。ああ、お前も守護みたいなやつか。終わらせてやるよ。はい、ひたすら殴る。はい、ほらよ、俺の盾は硬いぞ。破れるかな。いいね、 BGM も空気読んでくれてますね。おっ、うわー、もう邪魔しか。おっと、着地失敗かなお前。ほらよ、後ろから失礼。あ、食らってねえ。ほらよ、重装レベルが上がったぜ。とどめ。さて、じゃあお金だけもらってドラゴンソウルももらおう。ちょっと待ってね、吸収するからね。いや違うな、この距離だとこっから遠距離射撃なあ、さすがに届かないか。いけ、ヘッドショットだよ。うわあ、でもなんだろう、あ、ドラゴンレンドじゃなくて、デイドラの兜でゴールドオルソンと戦ってると、なんかあれ、あの程度の揺るぎなき力弱いなーって感じちゃいますね。この辺は特に探索は、まあいいか、一応倒していきましょう。ほい、宝箱、アメジストとゴールドと薬はもらっておこう。鋼鉄シリーズとかはいらないな、この辺は何もなし。うん、何もないね。おっと、いちいち飛ばしてくるんじゃないよ、もう。こっちも特に何もなしかな。階段が崩れてて上に誰かいる。こっからか、失礼。いけ、さあ舐めるなよ。こんな近距離でも弓をやるか。真後ろから来てる。ほっ、はい、しっかりガードして。いけな、おい。うわ、なんか囲まれてる、まずいな。囲まれてるのはまずいな。ド
ラグルスカージか。やばい。ああ、まだ溜まってねえや。うお、やべえ。ちょっと待てよ。これは死ぬ可能性があるぞ。ちょっと慎重に行こう。回復しよう、回復。厳しいな。あ、毒塗ってなかった。休息の薬、ショート、ダイで回復して。ああ、回復の薬持ってくればよかったな。いいか。じゃあ、とりあえず一つ飲んで。おっ、ほらよ。うわ、猛攻だ。燃えろ。ちょっと俺は逃げる。回復しよう。回復しないと死んでしまう。両手持ちはしなくていいんだけどな。なんで両手持ちにした？やべ。大丈夫大丈夫。ちょっと回復しましょう。さすがに死ぬわこれは。ほい。よし、次の回復あたりは多分レベルアップを使っても良さそうですね。ほらよ、一体ずつならなんとかなる。おっ、やべ、たくさん来た、たくさん来た。ふっ、ちょ、やばいやばいやばい。アイテム使っちゃおうかな。どうしようかな。やめよう。フロストバイトの毒を使って一旦逃げる。ほっ、さすがにね、こんなに走ることもあまりないんだけど。やべ、間違えて盾を外している。よし、慎重に行かざるを得ないですね。ちょっと相手じゃないとか言ってたの恥ずかしい。強かった、結構。はい、次お前かな。よし、弱いやつから倒す。はい、ほら、休息の薬はどんどん使っていこう。あとフロストバイトの毒もせっかくここまで貯めたんですからね。はい、ほらよ、やばい、囲まれてる。くっ、飛ばしてくるね。いて、やばいやばい。体勢を崩された状態でだと相手の一撃死が、一撃死というかとどめ攻撃が出てしまいますからね。体力かな。よし、回復した。さあ、というか、うわー、脳筋ばっかりいる。助けてー、助けてー。ほら、とまず痛い。いけ、やべやべやべ。ちょっと待って、こんなに押されるなんて思わなかったよ。どうしよう。まず一発与えてからかな。ほっ、よし、とりあえず一体。逃げよう。逃げながら回復しよう。よし、こんなんでどうだ。ほっ、ほら、よし、お前で最後だ。よくも手こずらせてくれたな。ライちゃんとガードして。ほっ、体勢を崩されても、よし、はあ、強い。うわー、なんかいる。はい、大丈夫、ヤソラシがあるからね。さようなら。なかなか、なんだろう、武器のあの炎属性の困惑がどんどん消費してますね。やばいやばい。あ、なんかいる。ここではない。で、魔法を使ってきてる。全くせこいな。中痕跡か。ちょっとこっち使っていきましょう。ゴールドオールブラックベレイド。HP 吸収があるんで多分生存率上がることでしょう。こっちで合ってんの？なんか道を間違えてる気がしなくもないというか、間違えてた。どこ行けばいいんだ？こっちじゃなきゃ、あ、こっちか。中に入るんですね。スクルダフン聖堂。
なるほど。とりあえず続けていきましょう。ここがスクルダ噴水道ということですが、まだ敵の反応はないな。ちょっと薬系は回収していかないと、あまりその辺は揃えずに来てしまったので厳しい戦いが強いられますね。リネンラップはいらないな。奥の吐舌の毒、でもドラゴン戦だしな。マジか、使うやついるのかこの先。あ、なんかいるな。エルフのグレートソードはとりあえずいらないかな。いや、射手ではないね。ほっ、残念でした。残念だったな。ほっ、げっ、まともに食らうとやばいな。ほっ、とりあえずゴリ押しても大丈夫だろうこれは。ほっ、やばい、体力吸収の効果がなくなってしまった。ほっ、これはちゃんとガードも使って、ほい、とどめ。多分剣のこれを見せるのは初めてですね。だってメイスのキャラだもん、仕方ないですよね。さて、埋葬壺はゴールドばっかりかな。薬の一つも入ってくれるとありがたいんだけど。指輪か、今必ずしも宝は必要じゃないな。とりあえず炎のメイスはまだもったいないので、とりあえずゴールドオールブラックブレードでいこうかなと思うんですが、どうしようかな、使っちゃおうかな。使っちゃいますか、黒き星の分。あー、でも満タンか。いっか、使いましょう。これでゴールドオールブラックブレードは満タンになったから、途中で痕跡が手に入れば、あとはメイスで倒せば。うわー、はい、ちょっとまずお前から行け。ほっ、あー、後ろからか。くそ、周りを囲むとはめんどくさい。ほら、逃げてんじゃねえこら。で、増強は倒す。ほらよ。さて、この謎解きは、後ろの柱に答えが書いてあるパターンかな。ヘビ、これはこっち向きか。この先は見えない。鳥かな。上の方に鳥が見えましたんで、これがヘビでしょ、でこれが多分鳥でしょ、で隣がヘビか、違う、イルカ。お、じゃああのヘビはなんだ。まだ回すところありましたっけ。これでいいはず。あ、違う、二つあるな。もしかしてこっちがヘビか。で、こっちが鳥ですかね。あ、違う、ヘビだ。はって。まあいいか、とりあえずこれでやりますか。開いたかい？開いたか。これもしかして組み合わせによってこっちも開けれるのか。だとしたらありがたいんだが、宝あるし。だとすると、ここが鳥で、でこっちの端が蛇ですよね。もう一つは見えない。あ、敵が来てる。まずそいつからだな。あれ、手負いじゃないか。どうした、逃げてたのか。この近くになんかそれっぽいものはなさそうに見えるな。真ん中のヒントは、真ん中のヒントはこの上ではないし、
仕方ない。真ん中は当てずっぽうで行きますかね。ヘビーでしょ。ダメか。これじゃないみたいですね。じゃあ真ん中ヘビ。これじゃないか。まあでも3択ですからね。イルカは？開かないか。仕方ない。じゃあ進みましょう。隣の宝箱も気にはなってたけど、いや待てよ。意外とこの中にあるとか、中には書いてない。じゃなかったら崩れ落ちてるか。この辺に崩れ落ちてるような形跡もなさそうに見えるんだが。崩れ落ちてるとしたらこれだよな。三択でないっていうのはどういうことなんだろう。あ。あ？上にもある。イルカ、イルカ。イルカで対応してるのか。ってことはこの辺に？あ、待てよ。わかった気がする。ちょっと時間かかっちゃいましたけど。多分、こっちがイルカ、こっちがヘビに合わせておいて、で、真ん中のこれをヘビに合わせれば正規ルート。で、鳥に合わせれば右のルートですね、きっと。あ、今鳥に合ってたのに。じゃあこれで正解のはずだ。ほら、いた。いや、一回しか来れないダンジョンだと、やっぱりこういうの取り逃したくないですよね。あー、魔術の薬。いらねえ。まあ、スカイリムの宝に期待する方が間違いですからね。じゃあ先に進みましょう。壺があった。もう取ってた。おっと、広いところに出たぞ。おっと、真ん中下だけか。とりあえず行って、先手必勝取られたな。燃えな。おっ、よし、ほらほらほら、あ、やばい、すぐなくなるな、アイテムの充填。おっ、まあ充填がなくても雑魚は簡単ですけどね。やっぱりドラグルワイトだのドラグルスカージだのそこになってくるとかなり苦戦を強いられますね。ゴールドしかないな。で、これが宝箱。トラップワイヤー的なものはなさそうに見える。回復の薬、ありがたいね。あとは、まあ多分棺とかなので進んでいけばいいのかな。ああ、雲か。雲は厄介だな。この辺とか調べられるものは特になしと。雲か、雲か、面倒だな。おらよ、おら、毒を受けるけど、まあとりあえず即倒せばいいのよ。この後のドラグル戦で使わせてもらうぜ、お前らの毒。よし、お前もか。お、さ、でかいのが出てこないことを祈るばかりですが、まだ蜘蛛の巣あるよね。音するよね、そりゃね。ほっ、大丈夫。ああ、でも防御貫通するか、やっぱ毒は。わあ、でかいの来そう、怖い。
大丈夫か。この辺は特に何もないのか。お、切れる宝箱。守護のサークルの巻物。まあこれはうまく使っていけば使っていきましょう。また謎解きか。で敵がいると。いて、お前、うわー、車種ばっかりだ、めんどくせえ。ほい、お、抜いてきたか。そうそう、男なら近距離戦だよね。はい、お、はい、あとはもういないか。うわー、ここもまた回すところがたくさんある。どうしよう。OK です。ちょっと長くなりそうなんで今回はここまでとさせていただきます。では次回はこのまま続きをやっていきましょう。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。